ちだぜ。これからどうぞよろしゅうお頼申します。元は商人として働いてた境、骨董品の目利きもお任せください。けど一人で怪しげなもん拾ってくるのはあかんです。古いものにはいわくつきもあるんです。車掌はんが危ない目に遭うのはうちも困りますよ。何かあればすぐにうちを呼んでおくれやす。クラーク国防軍教練隊特別指導教官アバロフスクだ。本日付でこの特鉄隊に配属されることになった。お前が車掌として隊長として信頼に値する男かどうか、その行動で示してもらうぞ。
私の輝く姿、しっかり見ていてよね。あら、車掌さん、そんなに驚いた顔してどうしたの？いつもよりいい服着てるじゃないかって。たまにはこういう絢爛な感じもいいでしょ。似合ってるかしら。呼んだか下町の大親分、押上姉さん参上だよ。これから先どうなるかなんてわからない。それなら今だけ咲かせられる大きな花火を一緒に打ち上げようじゃないか。任せておきな。私は今を楽しむのが得意だからさ。